卒業式シーズンですね。歌います。3年保育の幼稚園、子供が卒園となります。なんとか終わる PTA、 そしたら小学校の準備、体操服やら名前を書いて、そのまま算数セット続きます。おはじきの一つ一つにお名前しあれとかいう、一つや二つなくなっても変わりゃしないと親でも思う。わざわざ交わされるのバカらしい、学校側がもっときゃいいってこと。デジタル化の中、アプリ教材とかにして算数セットなくせるでしょう。数年後ゴミになるよ、多分いらない。ご視聴いただきありがとうございました。難攻不落な忍ぶアクションはご意見ご感想をコメント欄にお待ちしております。チャンネル登録やいいねボタンを押していただけると大変励みになります。お相手は文月忍ぶでした。ごきげんよう。さようなら。